ウィッスー、どうも皆さんこんにちは、ハセシンです。ということで今回はレインボー M8A7 を使ってスプラッシュのフリーフォールやっていこうと思うんでよろしくお願いします。このマップのフリーフォールね、本当に端っこゲーミングなんですよね。特にジャパニーズロビーはということで頑張っていきましょう。はい、ということで今回のカスタマーはこちら、 M8A7 にイエローサイトと拡張マーチンと大口径とラピッドファイト、ファストマグ、パークは第6巻と早技のみ、これだけいきましょう。ということでいいっすね、1人入ってきて8人のフリーフォール。さあこのめっちゃ輝いてるこのレインボー M8A7 どうでしょうか。これさあ武器ペイントでかっこよくペインティングしてきたこの M8A7 で今回暴れていきたいと思うよ。これカットしてグーヘッドショットからのスタート、いいっすね。ここら辺をね、拠点としてぐるぐる回っていきたいですね。ここのねスプラッシュの、フリーフォールのコツはですね、特に日本ロビーですとここら辺がね激戦区になってくるので、この角ら辺をしっかりと押さえてね、ちょこちょこと立ち回ってキルを稼いでいきたいと思います。さあ、ていきましょう。まあね、ロビーによって結構集まるところは違うと思うんですけど、多分ね、まあ大半ここら辺で戦うのが多くなってきますよね。やっぱりいますよ、これ。カットしていく。さすがの大攻撃の強みやな。強み級、強みやな。さあ、ここケツ大丈夫か？ここ怖いんですよ。ここら辺が一番怖い。大丈夫か？これ。来てない。ロングも来ていない。左か？これ。さあ、撃っちゃってますよ、奥で。二人ほどいらっしゃるぞ。カットしていく。UAV オンライン。さあ来てますよこれ、カットしてグー、いいねメイト。さあレインボーエメイトで攻めが光っています、ハセシンの。さあいるの分かってんぞ、ここら辺来るのか、こっち外周回ってますね、分かってんぞ。おいおいおい、どこ行こうというのかね。上から降ってきた、まさかの上振りか、まさかのあのタイミングで上振りがきついですね。そしてこのリスポーンである。さあしっかりとあの 上振りモンスターを倒していきたいところでありますが、いますね、詰まってますよ。トイレのトラブル8000円。さあバイクのトラブル8000円、パイプか、パイプのトラブル8000円、いましたか今。さあ左サイド回ったんちゃうかなと思うんですけど、どうでしょうか。来てますね、カットしていくんですね。大口径の強み級、強み。さあ行きましょうか。さあ右サイド寄るんかな、これいますかね、いますか。おっとチラリズムからの出てっちゃった、これ勝っていく素晴らしいヒーム。さあここで穴よれるよ、切り足いく。うお、さあさあさあ、イッツゴーパチコン、イッツマークオブジェ、オーケーさあさあさあ、リスペクトマークオブジェさん。さあさあ、マークオブジェさんのような素晴らしいエイム、アサシン繰り出していくぞ。これトンネル蹴っていきます、しっかり倒していく。からのバチコン、いいぞ。からのこっち振り返って敵がいたらクワッドフィードで結果よくね、いい感じに抜けたと思うんですけど、あっぷんね、スナイピングされたね今な。ということはおるんでしょそこの広場に、よいしょ。さあそんでケツから来るのか、これケツから来るのかな、これセントリーガーまで繋げていく、いいスタイルだこれ。さあいい感じですね、右サイドいるの分かってんぞ、この室内いるのかなこれ。おっといない、出てますね。さあしっかりと撃ち抜いていく、オーケー。最高施設なんか使おうと100年早いわ、オーケー。さあ今すぐそこにぶち込んかましいご、めっちゃ調子ええな、ロング、じゃあ調子乗ったらすぐこれですね。一回こっちの方行ってみますか。こっちの方ね、多分まあ人気あるっちゃあるんですけど、こっちの端っこゲーミングどうでしょうか。いましたね、今室内入りましたね、先読みしますよ、来ましたね、ガッとしていく。うお、さあここら辺でもちょっと戦えそうかな。でもセントリーが置いちゃってからここら辺でまあうろちょろする必要はないかなってところなんですけど、いいエイムだな今回、素晴らしいエイムだ。さあ光ってんぞ、この辺では戦わないのかな、スプラッシュのドミネーション、ドミネーションじゃないフリーフォール。さあさあここら辺いるかな、オーケーいますねやっぱり。さあいいぞ、立派弟子からのここにいるのか、待て待て、危なかった、エイムブレたね。さあまあ結果オーライということで、ここでキネティックアーム、剥がれのボディ、体のボディ。さあこっちちょっと見解してますか、左サイドから行ってみようか、左サイドから行ってみて、おっと今見ましたね。さあセントリーにモーコのお尻を眺めつつ、あの人何をしてるんだ、俺のモーコのお尻を見るでない。さあさあさあ、一回左切り返して、ここのちょっとやらしいトンネル抜けてみますか、やらしい色のトンネル抜けて誰もいないということで、やっぱどこら辺で戦うんやろな、これやっぱり最初に戦ってたポジが一番熱いかなって感じなんですけど、ちょっと洞窟見学しちゃおうかこれ。さあ社会見学に来ましたが、誰もいない、ケツからも来ていない。さあロングっすかね、やっぱそこが激戦区なのかな、この辺歩いとっても敵と出会わないですしね。マジか、今の負けていく、魔王か、いいっすね。前回の俺のバリックサイドの動画見ました、皆さん、めちゃくちゃブレの少ないですけどね、あれ。さああの人、さあバリックサイド使ってたら一発かましてきたと思うけど、うわ流し打ち失敗やこれ、やらかしたな。そしてこのリスポーンである、ここ来るかな、あセントリーがなくなってる、気がつけばセントリー来られてなくなってるな。さあそんでここら辺で敵 UAV が出た、本当にここら辺は敵いないね、いなさすぎでしょこれマジで、こんなにいないもん、こんなにいないもんかね、こんなに堂々と走ってるのにこんなに出会わないもんかね、ここら辺にもいない、マジで。やっぱ向こう赤点が集中的に向こうで固まってんのやっぱりいますねこれ。さあ最高シス本体が歩いてきた、堂々と一人でぼっちで一人でぼっちでこれ。さ
さあそこを重点的に押さえていくぞ。これカットしていく。乗ってるぜあの場所。大丈夫かな。敵 UAB どんどん出してくるね。これ敵さんもさあ待ってますよこれ。さあどこ、あー左から来たこれ。そして俺のリスポンがまたこっちか。行くしかねえな。さあここでカウンター出されてしまったが、カウンターをも寄せつけないこの壁走り左サイドの、さあこの左サイドの壁走りからのふわっと飛んで敵はいないということで、最奥から行きましょう。さあスライディングピョイって出てここの奥、よっと今チラリズムしたんちゃうかこれ。おっと打ち合ってますね。ということはセンターに上がってきますね。いますよ、カットしてグーをからのもう一人いますよこれ。鋼のボディ、体でボディ、くっそキルペースがガクッと落ちてしまったが、もうあっちサイドにいいかない、いいかねえよもうだ敵いねえんだもんあっち行っても、みんなこっちで戦うんだもん。だってこっちで戦うんだ、ほらいるもんすでにもうここ激戦区すぎるでしょ本当に。さすがだな、オクトパスの前、オクトパスの目の前、やっぱタコさんの目の前で戦うのがやっぱ最近の流行りなのかな、これわかんないけど、原宿系女子的な感じこれ。さあ失礼します。さあラスト3キルちゃちゃっと決めていきたいところでありますが、さあここら辺いるんじゃないかなと思うんですけども、おっといない、ケツか来ない、こっちか、おいますね、2人ほどいましますよ。さあ片っぽに重点的に目かけて打ち込んでいく。ちょっと待って、危ない危ない、マジか、今決め打ちしたと思って普通に振り返っちゃったけど倒してなかったやつね。さあ右サイド打って いましたよね、今いましたよね確実。さあ乗り上げていくぞ、こっちか、こっちですね、おっといましたね、追っかけますね、スライディングジャンプいますね、はい落ち着いてカットしていくからの奥で湧いてくるかな、こっちかな、おっといましたね、いましたね、戻ってくるでしょこれ。さあ M8 抜いてやろうぜ。さあさあさあこっちか、絶対こっちが来るでしょ、絶対こっちが来る、待って来るかな、来た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 、よっしゃ読み的中ですね。ということでどうでしたでしょうか、このレインボー M8A7。 ペイントショップ最近ちょっとハマっててね、いろいろな名産を作ってるんですけど、なかなか M8A7 が一番ね綺麗にペイントの表情が映るんですよね。はい、ということでラストはしっかりとパチパチを2トリガーで倒していく、いいですね素晴らしい。はい、ということでかっこいいでしょ、このベレー帽めちゃくちゃかっこいいでしょ、これ出たんすよね、これエピックだったかな、これレジェンドだ、どっちか忘れましたけど、めちゃくちゃ合ってるでしょこれ、頭上下。さあということで一発踊っていくぞ、はい、よっちゃっかんねー、はってぱーねー、よっちゃっかんねー、はっぱってあれ。ということで30キル7です、レシオ 4.929、スコア2975ということで、今回のこの動画楽しんでいただけたらぜひ高評価、チャンネル登録、応援コメントよろしくお願いします。ということで失礼します。